高知市の坂本龍馬生誕地がある上町という町のチームです。よさこい祭りが始まった第1回から一度も休むことなく解禁で出場しております。小学4年生から中学3年生までの踊り子たちで構成。第65回よさこい祭りでは地区共演所連合会奨励賞を受賞。今年のテーマは恋のくの市です。それでは上町よさこいなるこ連の皆さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。中央公園にお越しの皆様、こんにちは。こんにちは。土佐のコーチ、坂本龍馬先生の生誕地があります、上町というところがやってきました。上町よさこいなるこ連と申します。今年ですね、第65回、高知の方では、第65回、よさこい祭りが終わったんですが、私たちはですね、第1回から、今まで1回も休むことなく65回連続で出場しているサイコさんの、チームの一つでございます。今年のテーマはですね、恋のくの市、忍者、まあ、あのくの市がね、テーマになっているんですが、かわいい、元気いっぱいの踊りをご披露したいと思います。今年、この沼津のこのよさこい東海道でですね、この沼津の踊り子たちもですね、7人加わって、30名ぐらいで、ちょっと踊らせていただくんですが、すごくね、一生懸命練習した成果が現れております。その辺も見ていただけたらと思います。また今年の、曲の中にはですね、そだねとか、半端ないってっていうことを言葉を入れております。密かに流行語大賞でやっておりますということで、元気いっぱい踊らせていただきたいと思います。どうか大きな声でよろしくお願いします。踊り子さん、準備はいいですか？笑顔いっぱい踊りますか？じゃあ元気よく踊るぜよ、踊るぜよ。よさこい東海道中央公園でござるの巻き楽しい、楽しい、楽しい、
がないよ。最高。上町よさこいナルコレンの皆さん、ありがとうございました。